い、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語助詞丸4をお送りします。でこれで助詞4本目でやっとねこれで助詞が終わりになります。で最後の助詞はですねこれ終助詞です。これが今回の主役になります。で問題は全部で5問です。まず4問ここね4つが終助詞に線を引く、まあ、探す問題だね。で5番はこの4つの中から意味用法がね同じものを2つ選ぶっていうタイプの問題で全部で5問となっております。なのでねできそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね全部説明しながら問題解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ねポイントの方から確認していきますのでどうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でさっきも言ったように今回の主役は終助詞です。で助詞はもう何度も言ってきたけど全部で4種類ある。で今までやってきたのが格助詞で接続助詞、前回が副助詞で今回が終助詞です。で終助詞何かっていうと主に文の終わりについて話しての気持ちなどを表す助詞を終助詞と言います。でポイントは終わりの助詞って書くので文の最後に来ます。基本的にはだからこれ主にってきてる。来ない時もあるんです。でも大体来る文の最後にねっていうのを頭に置いた状態で解いていきましょう。ここからね。じゃあまず次の文の終助詞に線を書こうということで探していきます。まず1番その本を読むなっていうね。その本を読むな、何の本か気になりますけどね。でこれの終助詞どれかっていうとなです。最後のこれが終助詞になる。でどんどんいきますね。次が一緒に行こうねです。一緒に行こうねってこれがねです。これが終助詞で次がちょっと気をつけなきゃいけなくて弟よ頑張ってくれっていうね。でこれどれが終助詞かっていうとこれはここですよ。これが終助詞になります。で最後一気に解いちゃうね。それを貸してくれないかしら、それを貸してくれないかしら、これどれかっていうとかしら、これが終助詞になります。で終助詞も確かに覚えてしまえば楽なんですけどひとまずは文の最後に来ると。例えば一緒に行こうでもいいんだけどそれにねを足すの。一緒に行こうねってそれで例えば依頼だね、こうお願いする感じの意味を付け足すとかそういった風に使っていきます。で他には例えばねに似てますけどこれに絵がくっついてねえとかこれも終助詞です。で何に似てるとこだったらなんとかだなーとかっていう時のなーも終助詞になるし他にはあとはあれかなぞとかのとかはこの辺が終助詞になります。例えば、ぞだったら何がいいかな？よし、買い物行くぞとか、そういう感じのぞ。行くぞのぞとかね。で、のだったら、例えば、なんか聞くとき、どこ行くのとか、どこへ行くのとか聞くときののです、最後の。で、わは、なんだろうな。例えば、わ、綺麗な人だわとかっていうときのわ、最後は。そういうのが終助詞。まあ、この辺だね。主に使うのは。っていう感じになります。で、最後に、終助詞の中には、今回ね、ここには出してないですけど、かが終助詞であるんです、こうやって。で、今回4つのかを出してるんですが、この中から同じ意味、用法のものを2つ選びます。で、かっていうのは、主に3種類です。3つ使い方があります。終助詞に関してはね。だから、それをまあ探していくんですけど、これね、ちょっと順番を、あえてね、ずらしてやっていきます。例えば、これ。彼女も行くだろうか。これ彼女も行くだろうか、これねどういった意味があるかっていうとこのかにはの意味があります。これはね結構ピンときやすいんですけど彼女も行くのかなって意味で言ってるよね。彼女も行くだろうかってってことは行くのかなっていう疑問の気持ちを表しているのでこのかは疑問の意味になります。いい疑問です。で、先に答えになっちゃうんですが、もう一個疑問があります。それが絵です。これは彼が描いたのですか？描いたのですか？って聞いてるもんね。だからこれ疑問です。まあ疑問とか質問っていうカテゴリーに入るんですけど、俺疑問だけで使っちゃうんだけど。疑問。
だから答えを先に言ってしまうと、あとえが答えになります。同じ意味用法はね。でもせっかくなんで、あと2つも覚えてください。で、順番的にはまず疑問から探します。もしかでこういうふうに探しなさいって問題が出てきたときはね。で、次はうです。これをいきます。で、これそんなことがあるものか。これね、先に答えを言ってしまうと、このかは反語って言います。反語で、反語って何かっていうと、これは打ち消しの意味が強いんです。どういうことか。そんなことがあるのか、いやないだろって意味が入ってる。そんなことがあるものかっていうのは、そんなことがあるの、いやいやないでしょっていう、そのいやないでしょっていうことを言いたいときに反語です。イメージでいいから、今はいい。これが反語で、この疑問そして反語に当てはまらなかったやつ、それこれなんだけど、なるほどそうだったのかって、これね、わりかしちょっと やりやすいように持ってきたんですが、このかは感動のかです。で、さっきも言ったようにね、これなるほどそうだったのかっていう感情がこう感動してね、これ感情って言っちゃったよ、感動してる感情を表すので、これはね、わりかしちょっとピンとくるんですけど、結構他の感動のかはね、え、これ感動なのみたいなのが結構出てくるんです。なので、かで探すときは疑問って分かりやすいから、聞いてるから、なので疑問から探す、そしてそんなことがあるものか、いやないだろうっていうことを言いたいのが反語で、残ったやつが感動みたいな順番で解くといいと思います。では、今回は中学国語助詞丸四をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたけど、助詞はこれで終了です。で、次回から助動詞が始まりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。